中国の003型空母の進水式が近づいているね。日本にとっての仮想敵国じゃなければ、喜ばしいことだけど、日本からすれば警戒すべきことだね。ああ、やだ。各国が注目しているのは、中国政府がリス開発しているといわれる電磁式カタパルトらしいな。みたいだね。実際この電磁カタパルトが、果たして本当に動くのか、世界中の軍事関係者が大いに疑問に感じているよ。ってことで今回は、そんな電磁式カタパルトについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国海軍空母遼寧や山東省で建造されていると言われる空母の動きが、表立って見られない状況だから、各国軍事筋は中国海軍の空母運用能力の不十分さと、空母そのものに構造的な問題があるのではないかと指摘しているよ。今回は、そんな中国が海上自衛隊の護衛艦出雲を強烈に意識している状況など、中国海軍の空母の状況も合わせて詳しく解説していくからね。日米英豪、それにインドを交えてのクアッドなど、アジアとお世話にあの主要国が中国を包囲している状況下において、中国海軍は太平洋に対して機動兵力を行使するために自国で空母を運用することを考えたんだ。しかし、その計画がうまく進んでいない実情において、中国は隣国日本の海上自衛隊が有する出雲加賀の動きをかなり神経質に見ているな。隣国に、レーダーで視認できないステルス戦闘機が存在することだけでも脅威なのに、それなら出雲加賀に艦載可能となっている事実は、中国にとって非常に憂慮すべきことだぜ。うん、でも、中国の憂いはこれだけじゃないんだよね。オーストラリアでは原子力潜水艦が導入されることになり、日本においても同様の動きがあることを懸念しなくてはならなくなったんだ。さらにアメリカでは、中国嫌いで有名なあのトランプ前大統領が再び大統領選へ向け動き出したという情報も出ているぜ。中国にとって当面の、そして最大の脅威はやはり海上自衛隊最大のヘリコプター搭載護衛艦だった出雲型だと言われているよ。フラッグシップ艦である出雲と同型艦加賀は、STOVL 短距離陸垂直着陸機である F-35B ライトニング2を艦載する空母としての改修が進められており、2025年には戦力化を達成すると言われているんだ。この状況を受けて、中国メディアのネットイースト、香港メディアのフェニックステレビが、日本に対する脅威論を主張を繰り広げているのは興味深いところだね。出雲では、2021年6月に飛行甲板の耐熱化改修を完了したことを受け、いよいよ11月3日に四国沖の太平洋上において、米海兵隊岩国基地所属の F-35B が試験飛行を開始したんだ。試験の結果、垂直着艦と短距離発艦に成功し、空母としての基本的な運用に問題がないことが立証されたみたいだね。海上自衛隊では、この出雲と加賀について、2026年頃を目標に空母として運用することを目指し、今後引き続き改修の予定であり、同時にアメリカから導入する F-35B 飛行隊を宮崎県ニュータマル基地に編成し、両艦の艦載機として運用することに着手する予定だぜ。中国メディアのネットイースは出雲での F-35B 発着艦試験について、日本の軍用艦艇が戦後初めて空母としての運用を開始したことを踏まえて、ヘリ空母である偽の姿を捨て、本性を表したと報じているよ。そして出雲の基準排水量に関しても、中国の空母遼寧が5万8500トンであることに対して、わずか1万9500トンしかないにもかかわらず、艦載機のレベルなどを考慮しても、すでに就航済みの中国海軍空母遼寧よりも戦力が高く、強い空母となることを受け止め、日本に対して十分な警戒が必要だと述べているね。確かに、F-35B がステルス性能においても中国軍の最新鋭戦闘機J-15 より優れていることは事実だが、さらに恐れているのはレーダーとして搭載されているアクティブ電子操作アレイ ASA による、アクティブフェーズドアレイレーダー ANABD817。実際、J-15 が搭載しているレーダーでは、F-35B を探知できるのは 40km 手前からに過ぎないのに対し、F-35B は J-15 を 200km 離れた地点からでも探知できる性能があることから、この際の差は絶望的な戦力の差だとも報じているぜ。実際、F-35B に対抗できる中国軍の戦闘機は J-20 くらいだし、その J-20 が束になって出雲に襲いかかったとしても、艦載機数では勝るものの、戦闘機そのもののポテンシャルで考えると、総合的な戦闘力は出雲が遼寧よりも強いと認めざるを得ないんだよね。紙面の締めくくりでも、
中国海軍はこの日本の軽空母を甘く見てはならず、もっと警戒を強めるべきだと指摘し、警戒していることを隠そうとはしていないんだ。また香港メディアのフェニックステレビにおいては、10月9日に出雲の F-35B 発着艦試験について記事を取り上げていて、日本の海上自衛隊が近い将来2隻の空母を保有することは事実であること、中国海軍が整備を進めている空母打撃群に次ぐ戦力を保有することになることを、脅威と感じていると分析していたよ。さらに、日本が南シナ海問題や尖閣諸島問題の影響もあって、中国を常に数え敵国として意識していることから、多額の予算を注ぎ込んで自衛隊の装備や武器を増強していると非難し、出雲加賀の空母化もその一環であると、日本の姿勢を批判しているぜ。軽空母に改修された後の出雲加賀には、F-35B を14から18機艦載することが可能と言われており、実際に日本政府がアメリカから購入する F-35B の予定が42機であることから、購入した前期が空母艦載機として運用されることは間違いないだろうね。そして、出雲と加賀の改修が完了し、空母艦隊として運用を開始できるようになるのは、2026年頃を予定しているんだってさ。その2026年、中国海軍は3隻目の空母を就役させていると言われており、最新鋭の艦載機を最大で130機運用できるようになり、出雲加賀の戦力を質量ともに上回ることは事実だね。香港メディア内実は中国メディアのフェニックステレビでは、出雲加賀の整備にかかる日本の姿勢について、この度の戦力強化は自衛の枠を超え、敵地攻撃力を保有していると言っても過言ではないと非難しているよ。さらに、日本が原子力潜水艦を保有する可能性があることを懸念していて、日本の軍国主義復活を懸念していることを伝えているぜ。軍国主義の復活を懸念する声明は、中国政府とその与党マスコミからよく聞かれることなんだけど、特定の艦船の存在等を踏まえて指摘することは珍しいものなんだ。だけど、中国政府の意を受けたメディアは出雲加賀の脅威をかなり気にしているように感じるけど、香港メディアはその真逆に出雲加賀など中国海軍の空母群にかかれば敵ではない、とも書かれているんだ。中国メディアは、言うまでもなく中国共産党の意向に反することは書かないからね。一方香港メディアは、中国共産党への喜ぶ内容を掲載する傾向があり、中国海軍の空母群を褒めたたえることで、政府の関心を買おうとしているのが見受けられるな。では実際に中国海軍は出雲加賀を恐れているのかどうかを、もう一度考えてみると、やはり恐れているというのが本音だと思うよ。中国海軍の最新鋭空母艦載機である J-20 は、積極的に配備が進められていて、各国のジェット戦闘機を世代で分類してみると、分類上は F-35B と同じ第5世代に当たるんだ。だけど、そのスペックはアメリカ空軍が1983年から運用していた F-117 ナイトホークと同レベルであり、アメリカ空軍ではすでにナイトホークは2008年に退役して現役ではないレベルの位置づけになっているよ。つまり、中国の威信をかけた最新鋭戦闘機でさえ、アメリカ空軍の敵ではない、むしろ登場してすぐに旧世代に追いやられるほど、技術面では置いていかれている実情があるんだよな。日本が F-35B のようなハイスペックステルス戦闘機を導入したら、中国海軍は数よりも質では圧倒的に不利になるってわけだぜ。日本と中国の間で懸念されるのは尖閣有事で、仮に軍事衝突が起こったとすれば、現実的には出雲と加賀の F-35B 約40機で、中国海軍の空母3隻、J-20 戦闘機130機と対抗することになるんだけど、いくら質が優れていると言っても、数において劣勢は否めないから、実際に有事になった時には、アメリカ海軍の空母打撃群の支援を受けることが必要になるだろうね。ちなみに、海上自衛隊において新しい空母の建造計画が現状では存在しないから、さらなる空母能力の強化を図るならば、出雲とロエトへのヘリコプター搭載護衛艦ニセヒューガを空母化回収することになるだろうな。実際にその計画がないとしても、計画だけは立ておかないと、中国政府に対して隙を与えることになるため、やはり中国海軍との軍事衝突の際に対抗する選択肢を少しでも増やしておくことが欠かせないと考えるよ。さらに尖閣諸島は日米安保の範囲内という現地をアメリカから引き出していると言っても、アメリカ軍が動かない事態を想定しておくことは必要不可欠だろうね。もし、中国が空母3隻で攻撃を仕掛けてきた時を想定して、空母以外の兵器で敵兵力の前限を図ることも必要かも。そういうことだな。例えば、
南西諸島に長射程の地対艦ミサイル部隊を多数配備しておくことや、場合によっては尖閣諸島にもミサイル部隊を展開させておくことも考慮に入れておく必要だような。そもそも、空母の建造計画は一朝一夕でできることではないんだよね。だけど、ミサイル部隊を展開させるのはさほどの時間を必要せず、機動的に配備できる部隊を国内に配備しておくことはできるはずなんだ。500km という長射程を持つ人に意識地対艦誘導弾の能力向上を図るなど、防御兵器の配備を加速して進めるべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。